中田英寿さん、今のサッカーつまんで、俺はもうサッカーは一切見ない。中田英寿がローマ時代にチームメイトだった元イタリア代表 MF のフランチェスコ・トッティ氏と対談。その中で2人が嘆いたのが現代サッカーのスタイルだ。期待のファンタジスタだったトッティ氏が、今はフィジカル重視だから俺らの頃と比べれば難しくなっている、今はもうテクニックじゃなくてフィジカルなんだと述べた。中田英寿はファンタジーのあるプレーはもう見られない、だから俺はもうサッカーは一切見ない。この言葉を聞いたトッティ氏は、ある意味もう楽しくなくなったかもな、熱狂しなくてなって以前とは別物だと寂しそうにこぼしている。テクニックでファンを魅了した両友にとって、今のサッカーは楽しさが失われていると感じているようだ。テクニックとフィジカル両方が必要になっただけなんやが。中田も現役時代はフィジカルよりのプレイヤーだったのに。中田って日本にフィジカルの概念を持ち込んだ先駆けじゃないの？全スポーツそうだけど、データ分析が進んで効率合理性を求めるようになったんだよな。フィジカル重視の時代になってからの方がビッグクラブで活躍する日本人増えたってのも意外やな。今のサッカーってドン引きカウンターが最強戦術やからな、守備が有利すぎてつまらんのよ。ポッキと中田ってローマにいた頃不仲だったイメージあるんやけど、対談とかするんやな。フィジカルも戦術も進化してるよな。フィジカル重視の割にちょっと接触しただけでコロコロ転がるやつ多くない？中田の頃とか多少接触しても強引に突破するやつ多かった時思うんやが。マスターは足りてないかな。カウンターで何とかしてた時代よりおもろいやん。イチローみたいなこと言っててくさ。ファンタジスタ先生切って中盤からのロングパス一つでゴールみたいなガバガバなイメージ。中田英寿なんて今の時代なら柴崎学と比較されるレベルだわ。中田は指導者として見たかったわ。どんな監督になるのか。今の日本人は全盛期中田より上の選手が40人はいるからな、そりゃ嫉妬もするんだろ。なんで球技系の OB は揃いも揃って昔の方がレベル高かったと言うんだろうな。